皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日、2024年、9月17日、18時57分、河川水門開閉式暖発電の必要性についてですね、仮に1万キロワットの発電を10万キロワットに、変換できる装置があったとしても、まあ、ギア費等で、そういうふうに、しようと思えばできることはできます。で、多分原発の仕組みとかももしかしたらそういう方法で、まあ、あの燃やすウラン鉱の量を少なく、もしくは従来通りの量で、3万あの5万キロワット級から、30万キロワット級になって125万キロワット級1秒間の発電ですね、まあ、そういうふうなものになっているのかもしれません。ただしそれがあったとしても現状を物事を見てみると、水素に関しては、トラックと動かすような、ものに、使用する、それを発電用には使用しないだとか、田舎の方をオール電化にできてなかったりだとか、あの家の横とかにガスボンベをくっつけたりとかしてるんですけども、そのガスボンベを配達してくる、まあ、この辺りでも、近くのホープ県というラーメン屋さんだったと思うんですけども、確かガスボンベ配達してもらって家の横につけてる形です。でこの辺りの他の古い住宅とかでもそういうところ見受けられます。だからまあそういったところに関してはオール電化というような形に変えるということですね。あとはまあ自分の家にあの太陽光パネルも用意しておけば災害時、あとは蓄電池に関してはまあお風呂のバスタブのようなあのプラスチックのものに関して、それをあの日光の当たらないところで、まあ、水が200リットルぐらい入れれますから、そこをあの蓄電池にすればいいだけであって、車のバッテリーっていうものはあれは全部絶縁体のプラスチックで周りを覆っていて、一番上のところをあの、まあ、昔は鉛を使って止めていたりしたんですけど、ボルトのところを、まあ、それは現在プラスチックのものもあるんじゃないかなとは思うんですけども、結構前からそうではないんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、あのなぜ水の中にあの電気を蓄えれます。で、まあ、阪神タイガースさんの方から、まあ、新湊川、その費用対効果とか、その出せる金額とか、その阪神タイガースという球団だけで物事を見ると、純利益は十何億円とか、1年間で、そういうふうな内容を見たことがあります。ですので、その向こう側とか大きな河川、その何箇所にもいろいろ設置しなきゃならないところは、これは無理なんじゃないかと。だからまあ港側ぐらいで行ったりだとか、あとはまあ費用対効果を考えると福田川ですね、あの兵庫県内でいうと、まあ明石川とかも手頃かもしれません。まあ向こう側は全て、向こう側や各側は全て完成すれば、まあかなりの強力な、発電量を発揮できると思います。で、ですので、まあ、どちらにしても河川水門開閉式暖発電は絶対必要になると。まあ、こういう結論に至ります。あと、緊急災害時とかを見ていただいたら分かる通り、地震が発生したら、近くの原発がどうこうみたいな話とかもありますし、いろんな地点にその発電できるところがあって、でそこからその先ほど言いました1万キロを10万キロワットに変換するような、装置とかあれば、まあ、あの現在あれば、そういうものも、設置しておくと。でそれをすることによって、調整をつけていくと、まあ、こういうふうな形にこういうふうな形で金属の摩耗による消滅っていうものを少なくすると、まあ、こういうふうな仕組みにしなければならないのと、あとはもう高いビルをたくさん建ててしまった後の方なんですよ。だからエレベーターとかでのその消費される電気の量とかもすごく大きいですから、あとガソリンの消費量は年々上がりっぱなしです。だからガソリン車の生産停止っていうのを早くしなければならないということになります。一応まあ政府発表で2035年か30年には日本の方ではあのガソリン車の生産停止、まあ世界中でそうする可能性があるとは思うんですけども、
2035年じゃ遅すぎると、そういうことになりますと、もう電車バス等でほとんどのところ行けますから、電車昼間ガラガラなのと、あとどこの国も少子化、何十年間にもわたって、ほとんどの国がそうなっています。人口増えてるところは偽り の, 表です。日本と同じですよ。1億2000万人の話は第二次世界大戦の前の頃の満州国という、中国の首都北京付近のあたり、も含めての、東北部の方、それと、朝鮮半島と、台湾とフィリピンなどを、台湾までを併合していて、フィリピンとかやインドネシアの一部を占領していた時の人口が1億2000万人、それぐらいだと思います。だから現在の国境内でいうと3000万人ぐらいだと思うんですよね。そこからの少子化のはずなんですよ。それでカウントすると高校の数とか、あ、大体これぐらいだなっていうところが、分かります。その全ての高校、ホームページは IKスケの歴の51番のところを見ていただいたら分かる通り、日本の人口について、各都道府県の甲子園、2024年の夏の甲子園について出場した高校の、試合結果を載せてるんですけども、それで出場校は大体分かります。で、全ての高校に高校野球は野球部があるというわけではありません。だけどもその倍掛けで、数は高校というものはまず存在しません。これはまず間違いないです。ほとんどの高校に野球部があります。で、あとは面積を見てもらったら分かる通り、大阪府とか東京都、神奈川県、小さすぎます。周りの近隣の都道府県がもともと人口に偽りが大きすぎて、もともと近隣の都道府県の人たちとかがこう遊びに来たりしていたりとかで、錯覚は起きていたと。兵庫県に関しても500何十万人もいませんから、150万人いるかなどうかなぐらいだと思います、現在のところ。で、面積は兵庫県と比べたら淡路島付きですので、大阪府や東京都や神奈川県の面積は5分の1ぐらいなんですよ。だから東京都、その高校野球の数で見たときに、ある程度の人口はいると。ただし表記している人口の、例えば兵庫県内だったら3分の1か4分の1の人口と考えてたらいいんですけども、大阪府とか神奈川県とか、東京都に関してはこれは5分の1ぐらいで物事見ておいた方がいいんじゃないかと。もうそういうふうな形になります。早く河川水門開始玉発電とかしなきゃならないし、何かこうあれこれして、政府の方でもどういうふうな考え方なのかとなど、その辺のところも詳しくテレビで、放送していた内容っていうものはどれをまず信じたらいいのかは分からない、こういったことになりますので、別の動画で今日公開しましたけども、エネルギーの残存量問題という形で心の声とか話す言葉で、伝えなかったら政治家の人も言うこと全然変わるんですよ。もうお手上げです。以上です。